はい、ズキです。ブラックビューというメーカーをご存じないという方も多いと思いますが、私の認識では主に頑丈さ、タフネスを売りにしたスマートフォンを開発販売している結構老舗の大陸系メーカーという認識があります。そのブラックビューが格安のパカパカスマホ、フリップタイプの格安スマホを出すということで実機を送っていただきました。その名はブラックビューヒーロー10で、ブラックビューとして初の折りたたみスマホになるそうです。日本国内でも安心して使えるように技適も取得しているようですが、その価格をチェックするとアリエクスプレスでの初売り価格は429ドル。おお、折りたたみスマホもついに500ドルを切ってきたかと感慨に浸ろうと円換算してみたところ7万円前後になる計算なので、円安が身に染みる時節柄ですが、6月1日よりさらにお安く買えるキャンペーンクーポンが配布されていて、差し引き5万円前半になっていますので、ご興味のある方は動画説明欄リンクよりチェックしてみてください。最近だとなかなか5万円台で買えるスマートフォンも少なくなってきましたが、ともあれ500ドル切りの折りたたみスマホがどんなスマートフォンに仕上がっているのか実機をチェックしていきたいと思います。で、まずパカパカタイプの折りたたみスマホがどんな人に向いているのかをあらかじめお伝えしておくと、まず畳んでコンパクトにできるという点、ついで外側ディスプレイ、カバー側のディスプレイを使えば高性能なアウトカメラで自撮りがしやすくなるという点、またスタンドいらずでディスプレイやカメラなどを自分向きで維持できる点などが挙げられます。昨今コンパクトスマホがどんどん市場から姿を消していますので、その代替的に折りたたみ状態でも使えるフリップタイプを求める方もいらっしゃるようです。逆にもっと大きくてもいいのでタブレットのように大画面で使いたいという方向けには、同じ折りたたみでもホールドタイプ、 Galaxy Z Fold 5や Pixel Fold などがあります。ブラックビューヒーロー10を現在国内で購入できる最新のパカパカスマホ、フリップタイプの折りたたみスマホと比較しつつ、そのスペックを確認してみると、以前は折りたたみスマホというと Galaxy Z Flip のみという感じでしたが、それ以外の国内モデルもだいぶ増えてきました。とはいえモトローラーとヌビア ZTE という2つのメーカーがバリエーション機種を出している感じで、特にレイザー40無印とレイザー 40S、また ZTE リベロフリップとヌビアフリップ 5G はそれぞれ大きな違いとしては、 SIM フリーモデルなのかキャリアモデルなのかという違い、位置づけになり、統合整理すると大まかに5機種あると言えます。中でもミッドレンジのリベロフリップは税込み6万3000円と破格で、取り扱いしている Y モバイルとの回線契約次第では3万9800円にもなる究極のパカパカコスパモデルと言えます。そのリベロフリップとブラックビューヒーロー10を比べると、携帯性やラム容量、メインカメラなどの画素数などヒーロー10が勝っている部分もありますが、心臓部となるチップセット性能がメディアティックヘリオ G99 と低め、位置付けとしてはミッドローもしくはローエンドといえるチップを搭載しており、またお財布携帯や防塵防水非対応、そして通信面では 5G に対応していない点などが気になりますが、どうでしょうか。では開封します。ピリッピリッピリッ、はい、ラム 36GB と記載があります。ではブラックビューヒーロー10買いよっふー、はい、来ました。本体にスペックが記載されています。その下、内蓋の下に箱があって、中には SIM ピンと説明書関係、日本語にも対応していました。そしてケースも付いています。これはなかなかありがたいですね。一番下には PSE マークはありませんし、形状が違うのでこのままでは国内では使えませんが、 Type-C タイプの AC アダプター、そして USB Type-C to Type-C ケーブル、同梱品は以上の通りです。本体のペリペリを剥がして実機を見ていくと、背面はラバーというかゴムっぽい素材になっています。アウトカメラが二眼で丸い外部ディスプレイ、側面ボタン類は指紋センサー兼用電源ボタンにボリュームキー、上部にスピーカーとマイク穴、正面左側面には何もなく、底面側面に SIM スロット、マイク穴、 USB Type-C ポート、スピーカーです。 SIM トレイを取り出してみます。トレイはナノ SIM 2枚のデュアルトレイになっています。マイクロ SD カードトレイ、スロットはありません。通信帯域については表記の通りになっていて 5G には対応していません。カメラの出っ張りはほとんどないと言っていいと思います。では追っていきましょう。はい、ぴったり折れるタイプでした。側面の質感はなかなか
良いと思います。ディスプレイにはこれは剥がしてはいけないやつだと思いますが、保護フィルムが貼られています。付属のケースを取り付けてみると、シールをまだ剥がしていませんが、はい、まあ当然ですがしっくりすんなりはめられました。広めに開いているのは USB Type-C ポート、そして電源ボタン、ボリュームキーの位置のみです。では電源オン。初期状態でロシア語になっているようですが、まずは言語設定で日本語を選択します。 Google サービスの確認、ピンの設定、画面ロックは3種類から選択できます。指紋の登録、登録は割とすんなりといった印象です。ナビゲーションについてはこのままジェスチャーナビゲーションで進めます。はい、来ました。なかなか鮮やかですね。ディスプレイ輝度は、お、低いですね。今2割ぐらいでしょうか。最大にすると、はい、かなり明るくなる印象です。ディスプレイをダークモードに変更します。ダークモードでもビビット、ミディアム、ソフトが選択できます。ストレージは 256GB 中 6% 使用中、アプリで 15GB、 システムで 1.1GB になっています。そのアプリとしては Google 関連アプリと WPS Office、 その他独自アプリが確認できますが、それほどプリインストールアプリは多くないと思います。 UI 独自 OS はドケ OS と読むんでしょうか、 4.0 です。 Chrome を開くと検索エンジンの選択画面が現れました。 SIM は挿していませんが、緊急地震速報の通知も届きました。なおハイリフレッシュレートには非対応なので、リフレッシュレートに関する項目はありません。その他付加機能としてシステムダイナミックアイランドのオンオフ切り替えが可能です。ベゼルはまあまあ太いと思います。設定でバックスクリーン設定を見ていきます。各種オンオフ切り替えができるほか、ウィジェットが選択できるようになっています。ロック表示形式についても編集、アレンジできるようになっています。なおカバーディスプレイ、サブディスプレイのロック解除は指紋認証ではかなり難しく、顔認証であれば割とスムーズでした。ウィジェットについては、まずまず滑らかに動かすことができます。カメラを起動してみます。カメラはボリュームキーもしくはタップして撮影することができます。続いて基本性能について、アンツツベンチマークでテストスコアを計測してみたいと思います。なお通常のアンツツベンチマークには対応していませんでしたので、アンツツベンチマークライトでテスト計測します。はい、結果が出ました。アンツツベンチマークライトでトータルスコア43万約9千なので、普段使いではギリギリ、ゲームなどのプレイは厳しめといった感じになると思います。スコアが低い分、端末の温度上昇は抑えられています。なおバッテリー持ちを PC マークを使って計測したところ、5時間27分とかなり悪い結果になりました。電池持ちは良くないと言っていいと思います。カメラ UI をチェックします。等倍、広角、望遠とあって最大4倍、モードとしては動画、ナイトモード、そして高解像度モード、美顔、その他
これらのモードが用意されています。動画モードのメニューを開くと、手ブレ補正のオンオフ切り替え、そして画質の設定として 2K が選択できるようになっています。それでは簡単ですが撮影してきましたのでご覧ください。どうぞ。ブラックビュー、ヒーロー10、1080p、30fps 広角。ブラックビュー、ヒーロー10、1080p、60fps、スタート。1080p、30fps の広角撮影。はい、ということでしばらく使ってみましたので、その感想を踏まえたまとめ、良いところ悪いところをお伝えしたいと思います。まず良いところは何といってもコスパの良さですね。ただ本編でもお伝えしましたが、他社もかなりお安い価格で端末を投入してきていますので、このブラックビュー、ヒーロー10がめちゃくちゃコスパが良いかというとそこまでではないかなと思います。そしてそのコストを抑えた分、基本性能やリフレッシュレートも抑え気味になっていますが、普段使いで苦にならない程度にまとまっていると感じました。またアップデート期間がある程度担保されているというのも好印象です。逆に悪いところとしては剛性感がないという点、こういった折りたたみ式スマホの最大のネックとして壊れる心配、壊れそうという先入観があると思いますが、ヒーロー10は実際の開閉で、はい、今はしませんがたまにキコキコ言う場面があったので、このあたり、まあテストモデルならではの個体差なのかもしれませんが、もう少し頑張ってほしいと感じました。そして技的について、認証済みとのことでしたが、端末自体の認証項目には記載がなかったので、こういった細かいところにも気を使ってほしいなと感じました。総評としてはコンパクトなサブ端末の代わりとして面白いかもしれません。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。